さんこんにちは。えー、カラダの値段321円をつけたそうですね。で、今私が最高潮を確認すると324円という瞬間もあったみたいです。まあ、これからなんかね、300円を切らないんじゃないかな、みたいな感覚にそらなってきますよね。まあ、でも何が起こるかわからないのが、この投資の世界、暗号通貨の世界ですから、まあ、一定のね、警戒はしていかなくてはならないのかなと思いますし、これまで以上に詐欺にかからないようにしないといけないですよね。えー、というのが、 カルダ,ネーダのホルダーさんっていうのは情報が結構ね漏れちゃってますから誰が持ってるのか誰がプレセールで買ったのかっていうところはまあだからね本来ならあの自分で言わない限り知られない暗号通貨のカルダネーイダの所有権なんですけどもなんか金融庁の届け出とかね情報の流出とかっていうのが平気で起きてますからね、まあ、ですんで誰がそれを知ってても本当にしょうがないかな ところがあります。それを防ぐために私たちができるのはまあ、いくつかあるんですけども例えばねおかかししなななななアプリをインストールいいいこととがすす。ごく肝心なんじゃないかなと思いますもうカルダの枝の詐欺アプリっていうのが結構出てますんでそこに何、えー、かカルダの枝を移行するとそのまま吸い取られて終わりみたいなねもうどうしようもないようなのがありますしそれから復元プレーズも絶対にデジタルデータで保管するべきではないですし人に、ね、公開するものでもないですしね信用してる人にも教えない方がいいと。 というのが金額が金額ですから信用できる人もそのお金によって信頼よりもお金っていう風になる可能性非常に高いんですよね。でそういう風にあのが刺す材料を与えるっていうののも警戒心の無さとそれは信用とは別なんですよね信用してるけども伝えないってことだと思いますし仮にね誰かにお伝えしちゃった時にその人じゃない誰かがフィッシングとかした時でもあの人が 復元フレーズ知ってるからあの人に違いないっていうふうな働きになっちゃって関係は結局壊れますからね疑ったりとか疑われてんじゃないかなと思ったりとかねそれこそねあの体の枝盗んでもいないのに盗んだって思われてこんな割り合わないことないんですからだからやっぱり資産の保全っていうのは自分の命を守るぐらいの責任でやらないといけないかなとそしてもし何かで仮に失ったとしたらおそらく誰にも言わずに静かに忘れることかなと思うんですよ ま体の間これからますます需要を高めていくんじゃないかなと思ってますけども皆さんいかがご感じでしょうかナミさんまた動画の方を送ってくださいねお忙しい中ありがとうございます